人の見出したる自我、それをつなぐ思念。思念が自我と自我を絡め、非我の境界を曖昧にする。なれば再び個として存立せよ。その思念の鎖を断ち切る。人よ、あるべき姿に戻るがよい。断りの名をもって創生に至る原初の鎖を。楽にしろ、国王陛下。久しぶりに抱いてみるか。前にしたのはいつだったかしら。もしお望みでしたら。いつもながら従順なことだ。人は驚くほど脆い。いくら力を得よう、さまつな感情に振り回されて自戒する。簡単にな。だから思念なぞという鎖を生み出し、その脆さを補おうとする。弱気がゆえの下策でございましょう。火の子らが開口したことで、一時のことなれど無休の力を解放した。間もなくミュトスは我の器として完成しよう。では創生も間もなく。そのためには何時らの言う信頼、敬意、慈愛、ミュトスにまとわりつく人の思念を排除し、この手に取り戻さねばならん。原初の鎖によって人は無となり、ミュトスへの思念は絶たれる。だがもう一つ、ミュトス自身の発する思念が新たな鎖を生み出さんとも限らん。思念は紡がれる。そうなる前に全てを断ち切る。形なきものを切れとはまた異なことをおっしゃる。何時の斬鉄剣は何のためにある、オーディン。我とミュトスは一つとなり、まことあるべき世界を創生する。ミュトスも人として進化させてはならん。全ては御身のために。
ジョシアは？帰ったから気を失ったままだ。ジョシアの胸には大きな傷がある。肉種のような。そこを中心にかなり石化も進んでいるとタルヤが言っていた。そう。いろいろありすぎたわ。少し頭の整理をしましょうか。そうだな。この空の下で何が起きているんだ。